はい、おはようございます。ラスカルでございます。どうも、はい、マックス鈴木でございます。はい、よろしくお願いします。今日はね、あの町田にございます清少丸さんにお邪魔しておりまして、うん、こちらのお店、あの以前あの相模原の方でもマックスさんもやられてると思うんですけど、だから再生数がほぼほぼトップレベルの動画ですか、はい、僕の中では、いまだにトップですね。ですよね、はい、あのまあ、チャレンジメニューを行っているお店なんですけども、今回ね、すいませんで、今回ね、あのお店さんの方から、はい、半端じゃない量を作るからちょっと挑戦状みたいなね、はい、2人で完食できるのかっていう挑戦状をいただいたんですよ。はい、はい、いただいてますね。なんでちょっと今回2人で内容が、茹で前が7キロぐらい。7キロ。で、ネギとかチャーシューが乗って、おそらくですけど、はい、つけ麺スタイルで、つけ汁なし、はい、で、16キロ弱ぐらいになりそうだと。そうっすね。はい。で、あの固形だけで1人8キロ。はい。固形だけで8、固形だけで8キロですからね。つけ汁抜いたあれですからね。はい、飲み水とかも一切抜いた。クリアするは、多分1人10キロ近い量を食わなければいけないという。一応ね、今回のメニューが、あの一般の方とかでも、はい、他の、まあ、一般というか、まあ、YouTuber さんの方とかも複数でも大丈夫みたいなんですけど。え、このデカ盛りですか。はい。で、これがあのチャレンジメニューとかではなくて、一応1万円でこのメニューがいただけるそうです。へぇ、はい、なんで、まあ、あの学生さんとか、まあ、一般の方はなかなか難しいと思うんですけど。あ、超でかいシェアメニューみたいなの。ぜひあの、まあ、YouTuber さんとか大食いの YouTuber さんとかも3人4人とかって撮れたりするので、まあ、ぜひあの来ていただきたいのと、あのこの町田店さんの方でも僕らがやっぱチャレンジメニューを行ってるみたいなんで、はい、ぜひね、そちらの方もいらっしゃってください。で、こちらのメニューがあのチャレンジメニューではないんですけど、マックスさんの意向で60分にしたいと、制限時間を60分、はい、60分なんで、今回は60分の制限時間を特別に設けて、はい、僕らとお店さんの対決ってことになりますので、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました、清少丸さん、ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本当に、はい、ということでね、今メニューの方が到着しました。で、あの普通丼との比較はこんな感じでございます。やばいよ、やばい、これ一応こっちが、はい、僕はこれデフォのつけ汁ですね。ノーマルつけ汁で、味噌のつけ汁でございます。いいですか。はい、それでは用意スタート。はい、いただきます。いただきます。これいただきます。あ、でもスープはそこまで粘度、あるか。結構濃厚な感じですね。これ、エコりながら食べないと。そうですね、ドブドブにつけるとやばいやつですね。うん、相当量、ね、こんな感じ。ちょっと先にいただきます。どうぞどうぞ。懐かしい。やっぱうまいですね。うまい、うまいけど、めっちゃ濃厚っす。濃厚濃厚。俺、味覚えてないんだよね。ダバってつけるとやばいっす。てか、つけてんじゃないですか。いや、もうチャーシューは俺、これやらないと無理だから。うん、これね、美味しい。すみません、割りスープってありますか。割りスープ、割りスープを割りできますので、お声掛けください。お願いします。おはよう。これマジでやないとやばいですね。マジで、マジで。スープ欲しかったら言ってね。うん、こっちあるから。うん、割りスープを、あ、ちょっと、うん、失礼します。
ノーマルのつけ汁お願いしてもいいですか。はい、お願いします。ノーマルのつけ汁、つけ汁も、何ですかね、この空気感。決勝戦思い出しますね。決勝戦の方が楽なんじゃないの。ありがとうございます。あんな、いっぱいありますね。いや、もう、だもうやばいですよ。だいぶ詰まってますね。でもきついね、これ。今日その顔なんの早くないですか。その顔なんのまだ今日早くないですか。本当にジラフもちょっと借りよう。僕はまた借りを増やす気で来てるんで、今日も返させるつもりはないので。面白いこと言ってくれんじゃん。このシリーズ面白いかもしれない。いいですね。ちょっと次はマックさんの専属でいきましょう。じゃあ俺選んじゃうよ、メニュー。いいですよ、山梨行きます。今の一言で次の店決まった。盆地で。マジでいかん。どんなスケジャーと調整するか。いいですよ、まあ来いっす。それ食べ切ったら、一人前、お腹が空いてる時に聖書丸のラーメンごちそうしてあげるから。本当ですね。そうです。100円です。これはすごい。このチャレンジ、本当、我々がやるっていうのはやっぱ結構意味があることだと思うんだよね。そうね。だから単に食べることだけど、うん、なんか。まず味噌のつけ汁をちょっと少なめでもらっていいですか。はい、味噌のつけ汁少なめで。味噌ですね。うん、で、俺これで妖怪ネギ拾いとか言われるんだよ。絶対言われるんだよ。
で終わりだから頑張って。3分まで待つよ。3分待ってわざと俺それぐらいガチだっての伝えればいいな。声入ってるか分かんないですけど、ちょっとね、俺が先、自分が食べてるやつは終わって、で、ラスカル君の見て、あったから、俺食うよって言ったけど、いや、いいです。で、なんかその、ああ、いいですって言ったあの一言で、なんかちょっとこう、なんか嬉しかったですね、正直。なんか、久々に、平気だった気がするっす。いや、なんか、俺本当に、正直、俺そういう気持ちないと思ってたから。ラスカル繰り返してああ、こういう気持ちなんだと思って純粋に嬉しかったっすね。それ俺はそれが一番の収穫かな、今日は。ちょっとかなりテンション上がっちゃいました。キュン、キュンってしました。いえ、よし。